すごい。いや。裏山はこっちの方がいい気がする。ブワーっていうところはこっちはなんかこっちでなんかちょっと頭打ちしてるみたいね。だから保安性はこっちの方が全然いいですね。あの触った時の接地感も多いし、あのフラフラ直線でフラフラしないですね。こっちだとちょっと自分が入力しちゃうともうそれをきっかけにブル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 って触れちゃうんですよ。エンジンはこれ上が回転のよどみが少ないというか上までブーンと綺麗に回ってくる感じがする。しよやるよな、やるよな、あいつなかなかやるよ、やるよ、そうそう、いや、いいとこはいいと、本当だってもすごい使えます。へぇー、じゃあこの方がホイールベースが結構上手です。多分そうなんですよ、多分それはホイールベースが多分長いから安定性がある。あと最後距離から地面を感じて普通に乗れます。へぇー、はい、はい、では出だしっていうよりは上の伸びっていう感じですね。はい、もうちょっとこう回転数ついてないから何とも言えないですけど、回転上がったところでちょっと鈍るというか鈍っちゃう感じですね。もうちょっと綺麗にこう上まで行ってくれた方がいい。走っていくと先頭に行きたい、行きますか、どっちでも50は普通に行こうかなって。へぇー、サブレーンも作りますか。やっぱ質的にはプロのライダーに乗ってもらうのはちょっとプレッシャー、プレッシャーでしょ、プレッシャーでしょ。どんな心境なんですか、どんな心境なんかな、どういう気持ちなんですか。なんかな、工作の宿題を親が参観日に行きたいじゃない。気になるよ、女の子というか友達自体に、あのなんか住んだ、はいはい、あのなんか好きらしいよみたいな、気に取るよみたいな言ったのを待ってる。あ、ほんまに。そんなちょっとなんかドキドキな感じなんですか。あ、そうですか。ぐらいだと思います。だから帰られる、あ、帰れますか、今そこだったら。けども、アクセル開けたままで帰るときで暗くなるんですよ。あ、まあ、戻してたら全然どっかで、どっか、はい、押したら、もうドライブに入るんですよ。
EV 車両ですね。クスンガレージさん製作の落としない、不思議やなこれ、めちゃくちゃ不思議、不思議な光景。うわ。あ、めっちゃかっこいい。うわーすごい追跡。これすごいすごいですね。うわ。それは多分できる、ある程度はできると思います。それができれば多分すごいと思います。はい、と開けたら開けた分だけ、ちょっと開けたらやっぱそれなりに、でも大きく開けたら、はい、でも大きく開けた時でもドカンと出すぎちゃったら今みたいにそのまま行っちゃったんだけどなっちゃうので、そこら辺がこうこの右手とその家族感が一緒になってくれればすごいもっと楽しくなって、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、とってもはい、はい、どうでした？いや楽しかったです。はい、まあね、あのさっきと走るような乗り物じゃないんですけど、まあ確かにそうなんですけどね。普段乗ってるのとは全く違うんですけど、まああのねこの EV に比べると、はい、だいぶ遊び感覚で乗れる乗り物なんです。はい。いやでもあの似てるところありますよ。そうこれと、はい。で特にこれで感じたのは、まあ、ノーマルから乗り換えた時はやっぱりスタビリティというか、うん、安心感、安定感もすごく支えられます。ロングノイルベース。はい。あるし、多分トヨタのね、エチカもすごく感じられて、ノーマルだとすごい振られちゃってたのが一切なかったですし。あと初めてリア周りの剛性やっぱりすごくこっちの方が一応補強はちょいちょいしとるんでね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。一応やっぱりもうやっぱりノーマルのモートコンボで、はい、細いバイクで継いであるんで、はいはい、結構剛性はちょっとやっぱ出してきてるんでね。接地感はこれよりも接地感はあったんですか。ああ、はい、電動より電動はやっぱりパワーがありすぎる。これはやっぱりその多分エンジンがカブなんですよね。そうですそう、はい、あの出だしとかはいいんですけど、やっぱりこう伸びの部分で物足りないなっていう部分があったんですけど、操る楽しさとしては最初がちょっと怖かったのもあって、これはすごく面白かったです、ね。今後の課題で、はい、もうちょっとその辺ははい、はい、切りたいな。切り返す時とかもやっぱりどうしてもノーマルとかだと切り返すと無理に入ってこうちょっと遅れが来るんですけど、こっちは普通に、あ、そうですか、はい、いや、本当そうなんです。そこら辺の乗り味は似てるところがちょっとありました。あ、ただこっちの電動の方が多分バンカップがちょっと深いですね。そうですよね、はい、もう車高が
そもそも上がってるんだと思う。なので同じように走ってて、あっちの方がまあ寝かせられる分もある気がしますし、もうちょっといけるのかなと思いますけど、重心がやっぱり高いので、要するに寝かせられてもちょっと怖い、怖い設置感が薄いから。9番ゲート、こっちはそんなことなくて、ステップもノーマルかなんですか。ノーマルちょっと低いので、はい、最初にちょっと足とかが当たったりしつつ、その行ってくれるんで安心してこう行けるっていう安心感は、むしろ腰の方が高かったかもしれないですね。ありがとうございます、はい。あ、すごい、すごいいい言葉をいろいろといただいて、はい、ありがとうございます。エンジンだろうな、これは。エンジンをもうちょっと、そうですね、もうちょっとでいいんですよ。そんな思いっきり最高速出そうじゃなくていいんで、もうちょっとこう、すごくこう気持ちよく回ってくるようになるだけで、あと全然わかりました。ちょっと社長の許可を申し上げて、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。はい。本当にすごいです。見てました。みんな。いや、ほんまに見てくれてる。毎日見てる。毎日見てるんですか。毎日上げてないけど毎日見てる。繰り返し見てるって言わないもんね。それは嬉しい。それまで命を見てた。今も もうね、来る途中もね、ちょっとあのローズ消されたやつ、インパのやつ、あれ見てきた。来るの？満喫作業。満喫作業、はい。せっかく戻したのに、また。そう、もう一回歩いて。動画では言ってないけど、やりすぎてめっちゃへこんでた。そう、あれ、ほんまに初めよりへこんでしたけど。そうですよ、まだだ。めちゃくちゃ見てくれてる。めちゃくちゃ見てくれてる。これも生で見えたんですよ。いや、すごいですよね、もうまさかこんなの生で見えるとじゃあ、俺も制作家って見てたの。もちろん。あ、もちろん。実はこれ、あのクッスンがおもらししたのに。あ、見てもう。ちょっとこのぐらい。この声がね。めっちゃ恥ずかしいですね。このぐらいね、あそこまで見てたけど、あ、なんか、電動やし、なんか好きなんだろうと思って。はい。あそこの方がこれしたの。はい。どうでしたか。うん、いや、まあ、なんか楽しかったね。まあね、この音コンパ、これからまたバージョンアップしては、はい、もうちょっとこう煮詰めていきたいな。本当に、本当に売りしました。いや、凶暴なあれになったんですね。あれになったんですね。全く一緒のこと、全く一緒の映像が撮れなかったんで、その時今日撮ってすごい良かったと思います。確かに、あのなんかレーシングスーツもヘルメットも着てたし、そうですよ、もう済んで、言い張っても言い張ったら、いけるんじゃないかな。今日はね、はい、お疲れ様でした。いやいや、ごちそうさまでした。はい、ありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。僕、ちょっと本当にちっちゃい YouTube やってて、いいよ、よろしくお願いします。はい、宣伝だけさせていただきます。もう一度、はい、もちろん、本当にファイル、本当にファイル。ありがとうございました。なかなか濃い、はい、濃い2日間ね。どうでしたか、翔さん。いやー、もうこれ緊張する。いや、明日もクスガレージさんの撮影にご参加させていただけるということで、1個までじゃないですか。どうなるか分からへんね。もう、もう山、まあ、秘密基地にお邪魔できるっていうことですよね。明日はなんかドローンの撮影しはるみたいでね。はいはいはい、文次郎先生のやばい方がいらっしゃるんで。いやー、もう疲れた。疲れたな。気づかれ気づかれね、これ。はい、クスガレージさんのちょっとね、撮影もね、今日見せていただきましたけど、すごいですよね、やっぱね。すごいパパと考えはるし。いや、勉強になりました。もうほんとね、あの DIY チャンネルで、もうその目標みたいなもんじゃないですか、言ったら。もう僕らみたいなね、10倍ぐらいいらっしゃってっていう、ものづくりのちょっとお手本、もうお手本でしたね、の方やからね。あのやっぱチーム力っていうのがすごいなと思いました。3人のね、チームワーク力というか、なんやろ、掛け合いというか、抜群やね。抜群です。抜群。ああいうチームがいいね。いいですね、国川選手。国川もうイケメンてか、性格までイケメンの。じゃあ、なんか全員毒ないな。うん、すごく大人の対応してくださいますよね。いや、とりあえずね、はい、お風呂入りますか。入ろう。もうちょっとね、ちょっともう限界やな。はい、一回休みましょう。限界。お風呂入ってなんか食おう。はい、食いましょう。はい、もう限界です。今日はありがとうございました。ドローンのレクチャーを。
そうです、ね、来てもらいます、はい、山にね僕らの秘密基地ができる山に来てるんですけど、まあ、実はドローンでのプロとしていますけど、これがこれはこれ小学校5年の時に作った自作のスーパーカー、小 5? 小5ですね。これ素材は何ですか？これ木ですね。木、これあれですよね、カウンタックじゃないですか？カウンタックっぽいよね、カウンタックっぽい。ここにマセラッティのステッカー、ここにアルファロメオのワッペンを帽子につけるっていうすごいこだわりっていう、そういうガキンチョだったんですよ、ね、ただちょっと立ち振る前にものすごい品があるんですよね。あ、確かに品がありますね、ちょっとすごい。マフラーもめっちゃ出てます、4本本だし、あ、6本、まあ、12気筒よく分かってた。だいぶキモいですね。音はね、あんまり人に乗れないんで、ね、方向的に。わぁ、すごい。ずんの足を、おすごい、おてことなくね、おぉ、おぉ、すっげサーカスみたいな UFO。 あ、なるほど。なんかの習ったばかりの専門用語を連呼するとそういう感じ。オッケー、いいですよ。もう一回や、もう一回や。ちょっとじゃあ、僕は引かれ行こう。じゃあ、最後、締めてもらっていいですか？わかりました。じゃあ、今日はお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ、皆さんね、雨降ってるんで風邪引かないように帰っていただいて。はい、先生。先生みたいな。引率の先生。家帰るまでが、体育の先生。体育の先生。はい、すいません、こんなんでいいですか？じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。